はい、ということで、あの、うつな状態になっています。<laughs> はい。あの、たぶこの死にたい関連のことを知らない方は、え、なんでって思う方が、多分いらっしゃると思うんで、簡潔に言うと、あの2年弱前ぐらいに、 もう遺書を書いて自殺未遂をしていて、で、あの、まあ、そこから、なんでその自殺未遂っていうか、本当に死のうと思って、あのただ、まあ、死ぬ前にとりあえず、あの、よくしてもらった方々に連絡と、あと、まあ、動画として、あの、まあ、 一緒という形でう残した方がいいかなと思ってその時に動画とあと連絡飛ばしてあの夜中ちょい前ぐらいにでああじゃあ死を死のと思ってあのー、死のうと思った時にあのー、鬼伝と 鬼連絡が <laughs> 一斉に来まして、うん、本当に大量に来てその対応に、まあ、追われてって言ったらちょっとおかしな話になってしまうんですがそれによって全然寝れなくてでそのその日金曜日だったんですねなんで覚えてるかっていうと 次の日土曜日で出勤あったんで覚えてるんですけどで寝れなくてそのまま寝ずに土曜日出勤してなんかちょっと頭が肺の状態で出勤したっていうのを覚えてるんですけど、まあ、そういった経緯がありましてまあただあのー そのまあ原因その当時も原因については今度いつか話すっていうちょっと濁した感じで今まで来てるんですけど、うん、まあその原因については普通に今の時点でも何の解決もされておらずただまあずっとまあとりあえず 保留みたいな形であるんですけど、まあ、そんなあの経緯で時たまに「あのまううつ病」っていうあの病名を告知されてるわけではないんですけど、まあ、自分自身がそうしてる感じはちょっとあってあ,のある程度そう状態じゃないと。 すすごくあの落ちてしまうんですねなので落ちてしまわないようにそういったテンションを上げてったりとか、まあ、自分の気持ちの面でねめちゃくちゃ集中してあのやりたいことをめちゃくちゃがっつりやるみたいなそんなことをしてであのがっつりやると疲れるじゃないですかで疲れるんで何も考えずに寝るみたいなそういったあ気絶するみたいな、まあ、そういった たことを、まあ、ずっと繰り返してやったりするんですけどしてきてるんですけど、まあ、ただそれも続かなくてやっぱり肺状態をずっと保ち続けてるのに疲れてくると、まあ、ちょっと休もうと思って休んでる時に「俺なんで休んでるんだろう頑張んねえといけねえのに」みたいなそういった <laughs> よくわからないあのストイックさみたいなのも出て。 で、頑張ってで、まあ、どうしようもなく休むしかない状態になってちょっと休んで、まあ、その時に休む時ってあの100%休んでるわけじゃなくて休んでるけどいろいろ考える時間が増えるんでその考える時間が増えるのでその考える時間の隙間に、まあ、そういったあの感情っていうのが思い出させる 思い出されてきてで、まあ、思い出すとどんどんと戻ってくるんででだんだんうつ状態みたいになってってっていう、まあ、その今この動画を出してるっていうこと出してるっていうことはまあ完全にあのちょっと打つもドいったって思ったのであの動画として出させていただいてます、まあ、すごくありがたいことはあの 動画として、こうやって、なんつうんだろう、心の内みたいのをさらけ出せるんで、まあ、少しはあの、まあ、楽になるというか、あのまあ、ちょっと楽になるんですね。うん。なんで、あの動画として、まあ、そういったちょっと鬱っぽくなったときは、まあ、こういったあのマイナスオーラ満載の感じの動画、 出しちゃうんですけどまあそこは本当にごめんなさいとしか言いようがないんですけどまあただすごくあのこの動画等に関しては個人的にはまあ救われてるなとすごく思いますね。まあこうやって何の脈略もなくダラダラと喋ってるだけなんですけどまあそれだけで結構あの 落ち着くというか楽になるというかまあそういった感じになるのですごくありがたいですねうんまあそんなこんなであの2年ちょっと経過してねちょっとあの考えちゃってっていうところですね、まあ、本当にその事柄を知らない人から見たらえなんでいつもめちゃくちゃ頑張ってる 人じゃんみたいなそういった印象がものすごく強いと思うんですけど、まあ、本当にあのー、まあその反面、まあ、こういった面も、まあ、普通にあるよみたいなそんなところですかね、まあ、まあある意味人間っぽいっちゃ人間っぽいとは思うんですけど、まあ、逆にこういった、あのー、感情というか気持ちというか思いがあるから 頑張りたいっていうものに関してはまあ人並み以上2倍も3倍も頑張れるそういったあの出力というかそういうのが生まれるのかなとすごくまあ逆説的になっちゃうんですけど思いますねもしなくてなんか全てが安定して幸せでっていう状況だったとしたら多分 そんな、なんか頭がおかしいぐらい頑張らなくなるんだろうなと、ちょっと思いますね。まあ、頑張るんだけど、多分、今やってるぐらいの、多分、死ぬ気でやる感じは、多分、出せなかったんだろうなって、それはすごく感じますね。うん、死ぬ気でやらなくてもいいじゃん、みたいな。 そんな感じでなんでこんなに頑張ってるかっていうと一度個人的に言うと2年ちょい前くらいに死んだと思ってるんです、まあ、その最初の方で言ったあの、まあ、自殺未遂をしたけど鬼弁等かかってきて、まあ、そのまま放流になってる状態のその瞬間にあの、まあ、自分は1回死んだと思ってるんですね。 なんで今そこから以降は、まあ、おまけではないけどうん一回死んでるから別に二回目死んでも別にいいじゃんみたいなそんな感じだからやってることに関してあの死ぬ気で頑張るってまあすごく フレーズとして言う人いるんですけど死んでもいいと思ってやってるんでだからあの多分普通の人間より踏み出せないところまで普通に踏み込んでいってるんでだからまあ、まあ、現代でいう無敵の人ではないですけどあの、まあ、別にそれを、まあ、本気でやって ててることに関して死んでもいいと思ってやってることに関してあの、うん、普通に死んでもいいと思ってるんで何が来てもそんなまあそんなというかまあほぼ怖くもないしっていう感じでやってるんだけどただあの、まあ、この動画を出してる通り まあそれをずっと続けてるとやっぱり疲れてきちゃってやっぱりあのまあ休む期間が必要になってきてでなんで俺休んでるんだろうっていうそういった負の要素を含みながらちょっとやっぱり無理に頑張ってだけどまたまあそれがたたって休んじゃってでその休んでる間頭働くからまたあの負の感情が。 ってきてき、まあううまあ、まあちょっと前に説明した通りをまたリビートしてしまったんですけど、まあ、そんな感じかなとあのすごく今自己分析しました <laughs> まあそんな感じでしょう自己分析した結果を今あの第三者目線で自分自身で言ってるのを聞いてああそうだねって思ってます。 まあ多分そんな感情の方もまあいらっしゃるかもしれないしえそんなにめっちゃ負の感じ持ってたんだびっくりみたいなそんな人もいるかなと思いますが、うん、まあそんなに表裏はないんですけどあの変な、ね、性格的なあれはないんですけど、まあ、ただうん そんなのがあったりしますね。なので、うん、まあ、すごく温かい目で見守っていただければ、まあ、すごく嬉しいなという感じですね。なんか、頑張ってっていう言葉は、あんま言わない方がいいみたいな、そんな感じとか言われますが、 巷では別に頑張ってって言われると、まあまあ嬉しいんで、普通に言ってもらっていいんですけど、あのまあ、普通に声かけていただけるだけで、まあ、すごく嬉しいので、また、なんだろう、負の感情がよみがえってきたら、また次回ですね、お会いしましょう、負の私に。それでは。